ララパ三人娘です。はい、よかった、うまくいった。合いましたね。あ、ちょっとね、テストでやった時に全然合わんやった。様子見、様子見、誰が行くみたいなね。はい、ちょっと揃えました、よかったです。はい、というわけで始まりました三人娘のラジオ番組。はい、オールやめりと福岡。イエーイ、ちょっと嬉しいな。どうですかラジオって。いや、ドキドキしますね、うん、これね。あ、でもこれあのタイトルが、うん、私が言ったやつ採用されたんで、そうそう、めっちゃ嬉しくて今なんかちょこちょこね準備は続けてたよね。タイトル決めたりとか、ね、ジングル来たりとか、うん、その外堀というかその細かいところをずっと続けてきて、ようやく今日収録ということでね。はい、嬉しいわ。そして今私たちの前にはですね、はいはい、このなんかお菓子がいっぱいあるんですよ、うん、というのも、うん、もう早速いっちゃいますね。あの今週のお供、はい、ということでこの、はい、あのね、私たち三人娘って甘いものが、うん、大好きじゃないですか。大好きなんです。そう、ね、福岡のね公演の時もいろんな美味しいこうものを紹介したりとか、美味しいお店紹介したりとかしてきたから、うん、はい、まあ、このラジオもなんか楽しく美味しいものを食べながらぐらいの気持ちでやれたらなと思い、うん、はい、あのみんなの今日はねおすすめのお菓子を持ってきてもらいました。やった。はい、ちょっとね紹介して、こんなすいませんね、ゆるいゆるい感じでやりますね、すいませんね。はい、じゃあ私から。はい、ASMR みたいな。私は今日カムカム梅を持ってきました。甘いもんじゃないな。確かに私めっちゃ梅好きなんですよ。なんかグミをあのよく持ち歩いていて、確かにいつも持ってる。そうそう、ハイチュウとかグミとかいっぱい入ってる。でやっぱ梅系が一番好きなんよね、うん、で本当はちょっと違う梅のやつが良かったんだけど、うんうんうん、ちょっとコンビニにこれしかなくて、でもこのカムカム梅も大好きで、めっちゃ美味しいこれ。これね、なんかいいよね。カムカムレモンのね、レモンのね、うん、梅のやつ。わー、はい、美味しい。やりました、美味しい。はい、でですね、はい、私のおすすめがですね、ちょっとお菓子って言われたのにちょっとマックのチキンナゲットを買ってきてしまって、もうご飯ずっといいよ。しかもそう、辛いのだからすっごいあのガーリックの匂いが一つだけすごいよ、匂いが。どうぞ食べてください。やばいやばい、めっちゃ赤い、あの通常のやつじゃないんですよね。そう、スパイシーチキンじゃないですよね。期間限定のスパイシーな方に。やばい、気をつけて。うわ、でもこれすごい香りが、おやつにちょうどいいんです、うん、本当に。うわー、美味しい。美味しい。あ、辛いな、これ辛いな。ちょっと待って、あ、いや、やばい、衝撃的な事実が。やばい、 D から、 D から、 D から来ました。我々自己紹介がまだですね。そうですね。まさかの前なんだと。前のめりすぎて。すいませんね。すいません。はい、ちょっと自己紹介しますと、これはどこからしたらいいんだ。私たちはですね、はい、福岡の万能グローブという、はい、劇団のものなんですけど、まあ、ね、聞いてる方は知ってると思うんですけど、はい、ガラパ3人娘の長女のみずほです。次女のみかこです。三女のちゃんさえです。3人合わせて、ガラパ三人娘でーす。本当だよね。これを一番最初に言うべきだったよね。いや、本当です。すいません、すいません。何が誰やら分からん。じゃあ自己紹介も終わったところでですね。はい、じゃあ私、三女のちゃんが持ってきたお菓子は、そうだった、そうだった。はい、うん。ローソンの、ローソン。柔らか黒おしゃぶり昆布でございます。おぉ、酒飲みなんだけど注意。いや、ほんとにあの、私おしゃぶり昆布めちゃめちゃ好きなんですよ、うんうんうん、めちゃめちゃ好きで、うんうん、で、どこのが美味しいんだろうなと思っていろんなところ買って、もうコンビニとか他のところでもいろいろ買ったけど、ローソンの昆布が一番美味しい。本当にちょっと期待高まるな。ラジオだから食べてください、本当に。身振り手振りが見せられないのがすごい心苦しい。いや、本当にマジで。あ、美味しい。いや、本当に美味しいんですよ。確かに。本当だ、うん。いいですね、これ。そう、でもちょっとね、喋りに向いてないっていう。食いながら喋れないっていう。そう、なんか無駄になんかね、味がついてないから美味しい。うん、もうちょっと噛めば噛むほどっていう感じでね。ちょっと噛み続けたら喋れない。はい、ね、ちょっとお菓子も食べつつということで。はい、では、はい、記念すべき第1回目のメッセージテーマを、次女美香子から言ってください。はい。第1回のメッセージテーマは、最
近始めたこと、始めたいこと。ラジオっぽい。ラジオっぽい。やべ。最近始めたこと、始めたいこと。確かにね、まあお家にいる時間とかもね、かなり長かったですから。うん、本当に。いや、私ですね。うん、ずっと一人暮らしを始めて2年目なんですけど、うんうん、ずっと家計簿をつけようって思って、うん、ずっと思い続けて2年つけてないんですよ。始めた当初から思い続けて2年つけてないんですよ、うんうん、でもそろそろつけないとなって思ってたら、友達とその電話してる時にそれを話したら、うんうん、いいアプリあるよと、なんかね、そのレシートをめちゃめちゃ貯めてたんですよ私、うんうん、つけないのに、つけないでて、つけるだけなのに、つけるのに貯めてて、でそれをその何か、そのアプリでレシートを撮ったら、写真を撮るだけでそれが1円から10円に変わるっていうアプリがあって、本当に撮るだけなんですよ。シャメ撮るだけで、本当に撮るだけで、撮るだけでもその場で1円から10円に変わって、でそれがキャッシュみたいな感じでどんどん溜まっていって、で結局これぐらいの金額貯まったら、なんかちょっとした商品券に交換できますよ。例えばなんかもう一番安いのからで言うと、コンビニのなんだブラックサンダー32円、あれをもう引き換え交換できるやつとか、それからめっちゃ高いやつまであって、でしかも現金にも変えられる。そなんかめちゃくちゃいいな、実用的な、めちゃくちゃすごい、ちょっとすごい、それでそう写真を撮るようになって、レシートの自分こんだけ使ってるんだって、つけてないけど写真を撮ってね、ちょっと認識できるようになりました。始めてない。ちょっと前進はしたよね、認識するっていうことを始めました。ちゃんとちゃんはちょっと始めれたのか微妙なところですけど、ちゃんと始めたことを、始めたいことを、お便りくれてます皆さん。はい、はい、ではじゃあ、読んでたくさんね、本当にいただいてありがたいんですけれども、じゃあ一歩早速紹介していきますね。はい、じゃあいきます。ラジオネーム右利きさん、ガラパ3人娘の皆さん、足長おじさん M さん、こんばんは。こんばんは。今日はね、足長おじさん D としていてくれるディレクターの D ですね。はい、メールテーマ、最近始めたこと、始めたいことですが、これから始めたいことがあります。楽器です。保育園の頃にピアノ鍵盤を習っていましたが、両手が違う動きをしなきゃいけないことにパニックになってしまい、すぐにやめました。そんな不器用な私ですが、歌ったり音楽が大好きだから、楽器が弾ける方が羨ましくて、あ、ピアノまた始めたいなって思っています。足長、あ、松野さんもギターを弾けるのでちょっと書いてありますから、ね、いいなと思い、私も楽器弾きたいなと思っちゃいました。ひっそりこっそりマイペースで始めたいことでした。頑張るぞー。なんという素敵なお便りを。ありがとうございます。いいですね、楽器ね。私もね、ちっちゃい時ピアノ習ってて、習ってた、すごい、パニックになるんですよ。なる足も使わんときに。そう。いやでもね、やっぱりなんかこうやる側になるとまた一つね、その楽しみとかが増えますよね。わー、ちょっとぜひね、しかものこの最後の頑張る像がちょっと胸熱の、そうね、甘えてね、甘えて合言葉ですね。わー、ちょっとまたね、進捗があればぜひ教えてください。お待ちしてます。というわけで、これからも皆さんからのメッセージを紹介させていただきます。三人娘のオールヤナイト福岡。この番組はローストビーフの柴田、インツーカーの香水ガラパゴス形態、以上2社の提供で福岡市のガラパラジオから全世界に向けて放送します。お客様。ローストビーフを。ロースでしょうか。ローストビーフを。ですから、だから、ローストビーフ。泣く子も黙る、100% 国産和牛のローストビーフ。ローストビーフの柴田。
娘のオールエナイト、オールエナイト、オールエナイト、福岡。三人娘のオールエナイト福岡。はい、他にもたくさん、本当にたくさんいただいてます。はい、紹介なのに嬉しい。本当に続々紹介していきます。はい、ラジオネーム粉吉さん、ガラパ三人娘さん、こんにちは。こんにちは。自粛期間中土日やることがないので、うんうんうん、スマホ一つでできる競馬を始めちゃいました。おっと、ギャンブル。スマホでできるんですね。すごい。現在の成績は的中率 48% と、これめっちゃすごくないですか？すごい、すごいね。すごい。2回に1回は当ててるから結構いいじゃないと思っていましたが、うんうん、有名な予想屋さん曰く、競馬は的中率じゃない、回収率だとのことを。おお、なるほど。めっちゃ勉強になる。回収率、いくら使っていくら儲かったかというと、回収率 40%。要は6割損してる。よくないじゃん。でも毎年買ってる年末ジャンボ宝くじは回収率 10% だからと自分に言い聞かせながら馬券買ってますよ。馬券買ってますよの頃は迫力すごいですね。目指せ万馬券。三人娘のハートを射抜く的中率 48% なら嬉しいけど、このメッセージでね、射抜かれてますよ。ありがとうございます。そして4月延期にしてしまったガラパファンによる DVD 上映会を再び再開することです。なんとなくまたやれるんじゃないかなと思い始めてきました。まずは会場探しから、皆さん来てくれるかな。もう行きますよ、もちろんですよ。嬉しい、ありがとうございます。ね、やっぱりこういろんなねイベントも延期になってるんですけど、この粉吉さんが主催してくれようとしてくださっていた上映会がですね、またぜひやれると思いますので、もうみんなでね応援して当日行きたいと思ってます。嬉しいです、ね、これすごいね、競馬みんな2人詳しい？いや全くです。全くノーギャンブル、人生ノーギャンブル。しかもね、的中率じゃない回収率だってめっちゃ勉強になりました。確かにちょっと今後はね、もしやることがあったら気をつけてみます。回収率、回収率、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、はい、ラジオネーム塩さん、最近始めたこと、始めたいこと、昔書いてた脚本を読み返してました。おお、しかしよくもまあ当時こんなダサいこと書いてたなと一人恥ずかしくなってます。人に紛れた妖怪たちのシェアハウスに土地を追われたタヌキが人に化けて越してくるとか、すごい地獄の日帰り体験ツアーとか、真夜中のコンシェルジュというラジオドラマとか、すべてうちの座長に却下され上演することはなかった作品ですが、せっかく書いてたのだからまた書き直していつか日の目を見せてあげたいなと思ってます。すごい、めっちゃ面白そうですけど、設定がすごい、すごい面白そう。妖怪たちのシェアハウスにタヌキが絶対可愛い、交わらない、ね、でもこの期間だからこそ読み返せたという。確かに、ね、でもなんかあるよね、こう夜中書いちゃって朝見るとめっちゃ恥ずかしいみたいな。これないです、ね、箱に入れちゃうことありますね。見てみたい、いつかね見てみたいですね、見てみたいし、なんならちょっと出たい確かに出たいです、ちょっとタヌキになりたいかも。送ってきてくださったら私たちでちょっとラジオドラマやりますよ。ラジオドラマぜひぜひぜひ、はい、はい、じゃあ続いて、はい、ラジオネーム、チュリさん、チュリさん、ラジオのテーマ、最近始めたこと、始めたいことですが、はい、てんてんてん、最近始めたことはパン作りです。おお、と言ってもずっと前に半年だけ某パン教室に通っていたことがあったのです。すごい、某パン教室、某パン教室、某パン教室、なるほど。でも時間と心の余裕がないとなかなかパン作りってできなくて、確かにいつしかもっと短時間でできるお菓子作りの方が楽しくなってきました。ここ数ヶ月の状況で夜出かける予定がなくなったので、おうち時間が充実してパン熱も再熱してきまして焼くようになりました。また楽しみつつパンもお菓子も焼こうかなと思っています。次の差し入れ楽しみにしててね。待って、パン来ちゃうのか。やばいやばい、そう、チュリさんはね、こう差し入れでいつも手作りのお菓子をくださってるんですけど、ケーキとかね、めちゃくちゃそれがもう本当にプロ級に美味しくて、美味しい、
確かにパンってめちゃくちゃ大変そう。なんか発酵させたりとかありますよね、うんうん、時間がね、うん、しかもパンもお菓子もね、ちゃんと分量とかしてないとね、うん、とんでもないことになる。目分量が通じませんからこれ。いや怖えな、パンすごいな、ね、美味しそう、うん、楽しみです ね、 楽しみですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いて、はい、ラジオネームガースーさん。おガース、こんばんは。滑り込みでレディオにメール送らせていただきます。レディオだって英語で、英語で書いてあるんですよ。レディオだけ、レディオだから忠実に発音しましたけど。私が最近始めたことはバス通勤です。ずっと自転車で通勤マンだったのですが、体力を朝から消耗するのが辛く、バス通勤始めてみました。自転車は自転車です、爽快痛快なのですが、うん、バスの良さはいつも乗り合わせるお姉さんの髪型が違うことに気づいたり運転手さんとのありがとうの掛け合いだったり、人と触れ合いがあるところですね、うんうん、皆さんはどんな交通手段使ってますか？そろそろ車通勤も始めてみたいなな感じの足長お姉さんでした。あらお姉さん、お姉さん、お便りを人と触れ合い、いいですね。通勤手段が変わったと、うん、なるほどね。どんな交通手段使ってますかと書いてますけども、私は電車を使ってます。電車を使ってます。でも確かにやっぱこう毎回会う人というか、多分お互い認識してるんだろうなみたいな人がいたりとかして、うん、あ、確かに、髪切ったなとかやっぱありますもんね。確かに、うんうん、わかる、うん、みかこは。私も電車ですね。しかも1時間半ぐらい乗ってるから、うん、ずっとガタゴトガタゴトいますね。確かに毎朝会うお兄さん、うん、最近ちょっと時間変わって会わなくなっちゃったけど、うん、元気かな。私ちゃんはですね、うん、もうもっぱらチャリです。おもうチャリちゃんチャリちゃんチャリちゃんチャリでビュンビュン飛ばすから、だいたいどっか到着した時前髪がバーってなる。なんかちゃんの自転車ちょっと乗りづらいっていう話を聞いたけども。いや違う、私ちゃんとネットで調べて、うん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 、ちゃんと届いてちゃんと買ったのに、うん、ちゃんとあれちゃんだけに子供用じゃないみたいな、ちっちゃくないっていう、あれっていう、ちゃんがねちっちゃいからそうなのか、うん、子供用を買ってしまったのか。いや可愛いですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは最後のお便りでございます。はい、最近始めたこと、うん、一人暮らし、うん、庭いじりをしようと、家庭菜園的な瓦礫雑草だらけの庭にスコップとザルで立ち向かい、庭の一角をサラサラ砂の地面にすることに成功したものの、思いのほか重労働でそこで心が折れてしまい、てんてんてん、そのまま放置していたらそのサラサラ砂部分に近所の猫がうんちをしまくり、窓が開けられないほどの庭になってしまいました。いや猫はね、とりあえず最近は庭に胡椒を振りまくって猫を追い払っていますが、うんちされた庭を耕す気になかなかなれず一向に前に進みません。三人娘の皆さん、猫のうんちを愛する方法を教えてください。ちなみにハエとダンゴムシはうんちを喜んでます。ということで、福岡市にお住まいの小賀俊作さんよりいただきました。俊作かい、俊作かい、俊作、俊作、俊作、なんなら言ってこい、なんなら一番早かったから本当に1通目にくれたのが俊作でしたけど、ありがとうございますね。いやメールのね提出が深夜ラジオなんですよ。俊作だけねネタメールになってるんですよ。でもねうんちいいんじゃないですか、肥料で。いやそれめっちゃいいよね、肥料でいいですよね。そうだね、植物育て家庭菜園をしたいからこそのね、うんうん、まとめてポカッと耕してね、うんうん、猫のうんちね、うん、さあというわけでね、はい、結論は猫のうんちは肥料にしてください。はい、うんうん、頑張って俊作、俊作ね。でもどうする俊作がトマトとか持ってきたの。なるほど、これうちの庭で取れました。俊作さんトマト。ちょっと想像するよね、猫のうんちか。ちょっと味が変わるかな。はい、というわけで、たくさん、ありがとうございました、はい。今後もメッセージお待ちしております。続いては、コーナー紹介はい。急に長女が大声を出しましたけど。
コーナー紹介。コーナー紹介はね、あります。この3人娘のオールやナイト福岡は、はい、こう皆さんのメールももちろんありがたいし、たくさん読んでいきたいんですけど、はい、ちょっとコーナーもやってみたいなと思ってるんだよね。思ってます。で、みんなでちょっとやりたいコーナーなんかをね、考えましたので、うん、ちょっとこれから、みんなで毎週ちょっといろいろ違うコーナーをね、やっていこうかなと思うんですけど、はい、そのコーナーを今日、今週は皆さんに紹介していければなと思っています。はい。はい。じゃあ、ちょっとまず一つ目のコーナーから、早速、お願いします。いきましょう。はい。夢見がちこもう初っ端から何もわからないこのコーナーはですね、はい、3人娘といえば、はい、夢見がちな女の子なんですよしみじみ夢見がちな女の子なんですよ、はい、だからやっぱり甘えての公園でですね、もう訳もわからずいっぱい宝くじ買ったりとか、うん、やっぱ夢を見て私たち成長してきましたので、うん、夢を妄想することだけはやっぱり一人前ということなんですよね、はい、夢見がちな3人娘がさまざまなシチュエーションで激アツな展開をプレゼンして、どの人の展開が激アツかどうかちょっと対決していこうじゃないかなと思っています。まあ、例えば、うん、なんかこう高校生の初デート、はい、激アツな展開は何かみたいなのとか例えばこう花火大会で、例えば彼女の鼻緒が折れてしまい、やめてくれ。切れてしまいましたじゃあどうするっていう、私たち夢見がちな3人だからこそ、いろいろ妄想できるんじゃないかということで、激アツ、はい、激アツな展開をいろいろ想像していければなというコーナーです。はい、はい、じゃあ続きまして2つ目のコーナー、はい、ワンチャンありますよね。おー、だいぶ強めになった。これはですね、これはですね、日常の絶望的な状態に何か活路を見出して、うんうん、でその活路を私たち的にワンチャンあるかないかっていうのを判断していこうっていうコーナーになります。なるほど。ほうほうほう。どういうことって思うじゃないですか、うんうん、でそのここでなんか例を出した方がいいなと思って、私めちゃくちゃ考えたんですよ、うん、絶望的な状況ってなんだろうと思って、うん、ずっと考えて考えて、うん、で思いつかないままこの収録が始まってしまいました。正直に言うんだ。絶望だ。それがもう絶望ですね。絶望。さあ、これワンチャンありますか。ある。あると思います。ねえよ。D からないって言われちゃった。ないって言われちゃった。リスナーの皆さん優しいからあると思います。そう、これね、私たちがこうね、なんかこう出していく感じでも、はい、また皆さんからもね、絶望的な状況を判断していきますので、ぜひ送ってもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、触ってハマって。はい、こちらのコーナーはですね、なんか私たちの気に入ってる小説だとか歌のなんかこう一文を紹介していくというコーナーで、この一行聞いたら絶対先が読みたくなる、この一曲まるまる聞きたくなっちゃうよみたいな、そういうのを私たちが集めてきてご紹介するというコーナーです。おお、はい、そうなんですよ。なんかそうで、例をどうしようと思って、うん、私偶然にもその好きな歌の一文をこう歌詞に偶然にノートに集めるっていう癖がありまして、すごい初めて見た。 そのノート。で、そう、その中からちょっとじゃあ私が一個今日言っちゃおうかなと思って、はい、じゃあもう早速紹介してくれるんですね。はい、ああそうか、そうだよな、ハッピーバースデー片思いの俺。おお、バックナンバーの歌の歌詞なんですけど、はいはい、なんかこの片思いの子から誕生日おめでとうのメッセージ来なかった、まあそうだよなっていう、この切なさ。な、切な、すごい想像が膨らみますね。そうそうそう、これもね、ぜひ一曲まるまる聴いてもらいたい。あ、ね、いいんですよ。そんなこうグッとくる、そう、こういうグッとくるやつをいろいろね続々紹介していきたい。面白そう、うん、はい、そんな続きまして、続きまして、はい、誰にも言わない約束ね。はい、はい、このコーナーはですね、この3人娘が、うん、はい、実は私こうなんですみたいな、うん、
どこにも出してない情報というか、誰にも実は知られてない情報を、私こうなんですよっていうことを紹介していくようなコーナーになります。まあ本当に今のニカコの私のノートにまさに素敵な歌ワンフレーズ、いろんなことが書いてあるこのノートも知らなかったわけですから、やっぱ掘れば掘るほど多分まだまだみんなあると思うんですよ。確かに。だからそれを紹介して、まあこのね、聞いてくださってるリスナーの方だけに教えて、教えて私たちのことをよりね知ってもらおうというようなコーナーになってます。はい、もうねこれを聞けば私たちのことをより知れるということで、ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思います。はい。雨の日の帰り道、ふっと避けた水たまりに、雲の隙間からこっそり顔を出した月が浮かんでいる。ああ、こんな雨の日に見える月もあるんだな。雨の帰り道でも話したいことがある。だから私はインツーカーの防水ガラパゴス携帯。インツーカー、テクノロジー for your life。今なら2代目無料。ラジオ、お腹、か貝殻、ラウンドセル、ルビー、イルカ、貝殻、ランドセル、ルビー。三人娘のオーリアナイト福岡。ではあっという間のね30分でしたけれども、どうでしたか。いやもうドキドキした時間も、お姉ちゃん今もドキドキしてる。ちょっと顔が赤くなってる。そういうわけでちょっともうエンディングですね、はい、あっという間でしたね。あっという間で、いやてかもっと全然喋りたかったですし、もっとねいろいろね時間が足りないぐらいの私たちは気持ちなんですけどね、やっぱこんなにねメッセージももらってありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、ではサニ娘からお知らせがね2つありますので、はい、ニカコちゃんお願いします。はい、ではまずニカコからいきます。我々劇団バーノグローブガラパゴスダイナモス、8月に時を生きるとイベントやります。時を生きる3呼び捨てしますさんとイベントやります。8月の毎週水曜日、関東館小劇場で、ミニコントやったり歌があったりのお祭り公演ワイワイやりたいと思いますので、はい、情報はですね順次ガラパくんの公式ツイッターで発表していきます。ぜひチェックをお願いします。はい、続きましてちゃんからお知らせでございます。今後ですねこの三人娘のオールやナイト福岡、この番組定期配信になります。この詳しい配信日であったりそういったところは三人娘のこのツイッターで発信していきますので、ぜひチェックをお願いします。またこのメッセージテーマだったり先ほど紹介したコーナーの詳細とかもツイッターでどしどし上げていきますので、なんか投稿とかメッセージとかもたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はーい、はい、やるべきことをやってるやるべきことを折れましたね。いや本当にね、いろいろなコーナーとかもねあるので、これからもねちょっとどんどん楽しい、ね、番組にしていければなと思っています。本当に面白いですね。本当今日届いたやつとか、いや本当に なんかこうやってこうね本当にお一人お一人全然違うじゃないですか、うん、このね内容がやっぱね面白いね、うん、またなんかいろいろお題を考えて大喜利的なメッセージでも、ね、ちゃんと大喜利収作収作を一人で収作だけ大喜利まだまだこれからもね、はい、末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、はい、やばいさあということでそろそろお別れの時間ですか。お別れの時間ですね、はい、あら、はい、それではガラパ三人娘がお届けしました。いってらっしゃい。お疲れ様でした。おやすみなさい。また次回お会いしましょう。